皆さん、こんにちはようで。ヨデンマティンダールミアクルボイです。介護福祉士、国家試験落ちてしまいました。もう点数が届きましたね。75点でしたね。あの、合格基準が。得点全、残念ながら71でした。無得点、科目群はなかったけども、まさかの結果ですね。はい。10が9点、20がまあ6点ですけど、30が、えー 社会の理解5点。ちょっと政治2点。4問目は17点。五番が介護家庭、パーフェクト。6番の心と体の仕組み9点。まあまあ7、7発達の労働から3点。認知症の理解たった2点。生涯の理解3点。7から9、10、医療的ケアが1点。総合問題、まあ8点。まあ総合問題を良しとして。7から、7から10くらいがちょっと怪しいですね、私。まだそこが私の課題。激ムズ問題、ちょっと。 心配でございます。はい。まあ。そうですね。もう、もう一度リベンジして頑張ります。ちゃんと。はい。私にとってまだ甘いなぁとか思います。はい。甘く見すぎてると思う。えー、私採点したけど75だったけど、なんか記憶違いでしたね。私の。はい。残念です。 残念な結果となってしまい申し訳ございませんでした。というわけで以上です。バイバイ。